しゃがれたトンネルがありました。まあ、といっても完全に塞がれたというか隙間が空いてますね。上の方とかで。何、犬小屋？平成3年、6年。これが土が崩れてきたとかじゃなくて、土をここに持ってきて塞いでるって感じですね。ギリギリ。どこまで。これずっとこんな感じなんだろうね。少しだけ隙間が空いてるのは何か意味があるのかな。ちょっとあそこまで行ってみます。このボコってなったところ全部行ってみ、まあこれ全部続くんやったら意味ないから、意味ないというかキリがないから、ちょっとある程度ね行ってみます。あそこで終わりのような気がするんだよね。ここから先まだまだ続きますね。まあこんなこの辺でちょっと控えします。多分奥まで行ってもねずっとこんな感じだと思うんで、キリがないんでね。この上は、この上のトンネルは電車が通るんですよ。線路があって、でそのすぐ下にあるんで、やっぱ関連してんのかな。昔ここ使ってたのかもしれないですね。列車が通ってる感じはないんですけどね、はい。まあちょっと全部土で埋まってたんでね、途中断念したんですけど。